See the clouds are creeping towards the sun.なんでいいじゃないですか。こんな話することないんだから。Unseen by anyone. Life. じゃあ、これやばいよね、この負け方。皆さんこんにちは、プロサーファーの小沢のりきです。今回はですね、自分が当時17になったばかりぐらいの時にオーストラリアに1年間行った経験がありまして、その際にオーストラリアの現地で知り合った日本人サーファーの方を今回は、紹介できたらなと思います。その方はですね、自分が17歳で右も左も分かんない時にですね、初めて出会った変わった日本人のサーファーなんですけれども、まあよく自分の当時のことを知っているサーファーの方なので、今回はですね、その方の地元故郷にちょっと来ました。そういうサーファーとつながってたんだなっていうのが今回話の中でね、知ってもらえたら嬉しいなと思います。で、今回のゲスト、カザリ英二さんです。お久しぶりです。どうですか、調子は。すごい久しぶりだけど、ね、なんか照れますよね。なんだか不思議な状況に。不思議な状況ですよね、うん、いやもう今回ちょっと時間いただいてありがとうございます。いえ、こちらこそ。いや、ここが英二さんの故郷の島なんですね。はい、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。ちょっとビビってます。いや、まあ今回ですね、英二さんとね、まあ、オーストラリアにで、会った思い出話が少しできたらいいなと思ってます。まあいろんな俺のことを知っている人って言ったらエイジさんしかいないなと思うし、またエイジさんのね、オーストラリアで過ごしてた話とかも聞きたいと思って、今日はちょっと一つよろしくお願いします。自分たちの関係がそこまで分かんないと思うんですけど、エイジさんとは、まあ、自分が17歳でオーストラリア行った時に初めてお会いしたと思うんですけど、あの時ってどこでお会いしたんでしたっけ。あれは確か2006年かな。2006年、確か16年前、はい、オーストラリアのシドニーのニューポートビーチ、うーん、あれが初めてだったかな、確か。懐かしい、ね、トム・キャロルさんとかみんな、そうね、あの有名なプロサーファー、はい、デレク・ハインドさんとか、うん、レイン・ビーチリーとかね、はいはい、有名なチャンピオンとかも結構出てる、有名なビーチだよね。そこで自分が、まあ、所属っていうか入ったニューポートビーチサーフクラブ、サーフクラブの試合に出てた際でしたっけ、確か。あれが多分初めてですね。その時は俺がまだオーストラリアに着いて確か何日目かとか、ね、3日とかそんな感じでしたよね。あの時エイジさん的に、まあ俺は試合かなんか練習して上がってきた時に確か初めて会ったと思うんですけど、どんな感じだったですかね。やっぱね、慣れない環境っていうかね、まあ、知らない環境に来て、はい、やっぱ緊張してるなっていうイメージが あったけど、はい、まあ、やっぱお互いサーファーだし、はい、まあ、波乗りの話していくうちに、うんうん、やっぱねお互い打ち解けて、まあ、ノブも今までのこの経過を、ね、話してくれたりとか、うん、はい、うん、来た目的とかをね、当時聞いて、はい、すごい熱いものをなんか感じた覚えが。あ、本当です。当時はでも
顔の表情がビビってたっていう意識しすぎてっていうかね。ああ、あんまりサーファーいっぱいいるし、ただあの分の中でね、こうぶっ倒してやるぞぐらいの勢いでね、強い思いを持って来ましたっていう、それはすごく伝わってきたね。あ、でもそうでしたね。当時は本当に乗り込みに来たぐらいの気持ちだったので、ね、はい、まあ、それからもうずっと16年、まあ、今なおね、付き合わせてもらってるんですけど、当時一緒に、まあ、そうやってオーストラリアで旅したりとか、まあ、まあ、QS に上がった時はヨーロッパ行ったりいろいろ行ったんですけど、いろんなサーフポイント行ったりとか、どこが印象強かったですか、その当時一緒に行った時に旅っていうか。オーストラリア国内、まあ国内で、やっぱ最初のベルズとか。あ、ベルズビーチ、うん、あー、2回目か、あれは。そうですね、はい、ベルズとかもすごい波良くて、うん、結構でかかったっすもん ね、 ね、波、うん、その時もノブ調子良くてね。そうなんですよね、うん、当時の地元紙に載った、はい、はいはい、新聞、あ、ありましたね、表紙、いまだに持ってるよ俺。マジですか。デカデカと一面を飾った。いや、ありがたいですよね。いや、本当にノブのサーフィン、はい、すごい新鮮に見えたと思うよ。あ、本当ですか。うん、間違いなく。いや、見るもの全てが新しかったので、まあ、海外の選手もそんなに名前知らなかったし、まあ自分が一番だとずっと思っていたので、うん、そう、まあ、そんな中でやっぱりその自分の思いを崩さないでくれたこのエイジさんっていう存在は俺にとってすっげーでかかったので、まあ、今もこうやってね、まあサーファーとして活動できてるのかなと思いますし、うん、まあ、同じく俺もノブからね、はい、学んだこととか気づかされたり、はい、まあサーフィンもだし、はい、もういろんな影響を受けて、まあ、あとまあ試合に関してはまあ感動ももらったしね。いや、ありがとうございます。2人で悔しい思いもいっぱいしたし、2人泣きましたね。泣いたね。俺がすごい落ち込んでたらエイジさんが日本のね、こんないやらしい本を見せてくれて、元気出せっつってね、ありがとうございますなんてね、本当にその説ありがとうございました。まあ、オーストラリア国内のプロジュニアとかこう一緒に旅したり、エイジさん個人的に、オーストラリアに一人で旅をしてたと思うんですよ。それはどれぐらいの期間行ってたんですか。まあ、最初ワーキングホリデーで1年間行って、はいはい、まあ、そこで思いっきりハマってしまってオーストラリア、まあ、そこから仕掛け4年ぐらいかな、地元戻ってきたり、またオーストラリア渡ったりとか、はい、それを4年かな、それぐらい、うん、4年行ってたんですね、うん。まあ、ちなみに向こう南半球じゃない、はい、向こうが冬になると、はい、こっちは夏じゃない。あ、そうですね。だから冬になったらこの地元の夏を満喫しに来て、あ、でここが冬になったらまたこの南半球の夏を満喫しに行くっていう、すごい、もう冬を味わいたくないという、ふざけたエンドレスサマーをエンドレスサマーだな。まあ島にいたらずっと夏な気がしますけどね。けどね、いい環境だけどずっといるとやっぱ飽きるから、はいはいはい、何かしらの刺激を求めにね、また大好きな、それがオーストラリア、オーストラリアだと。ああ、なるほどね。で、Aさんがまあ4年間そのオーストラリアに行ってたと思うんですけど、まあ、例えばオーストラリアで旅をしながらいろいろ文化の違いももちろんあるじゃないですか、まあ、自分も経験したんですけど、まあ、Aさんにとってそのオーストラリアってどういうとこだったかなって。まあ、元々はもうね、全然人がいない、はい、大きい島だったじゃないですか、はい、まあ、そこにまあイギリスの方からまあ移民が来て、はい、多分200人ぐらいから始まった国なのかな。うん、まあ、今現在も移民の国として知られてるけど、はいはい、やっぱりこうみんな困った時は助け合いの精神っていうか、うん、まあ、そういう国民性もすごい好きだし、はい、まあ、それもうちの地元とよく似てて、もうすごい自分にマッチしてて、なるほど、うん、確かにこの島にいるとなんか同じような空気感を感じる時ありますね。そう、似てて、うん、
でちょっとルーズなとこもあるし、時間とか守んないとか、あールーズっすよね。そうそうそう、おい、まあそういうとこも含めて、はいはい、うんうん、国民性も好きだし、はいはい、あと自然、うん、まあそれこそサーフィン、はい、ね、うん、まあ共通できるとこはほとんど似てますもんね。似てる、すごく気に入った。あ、自分もこの島にまあ久しぶりに来させてもらって、なんかエイさんを見てなるほどなってなんかすぐ分かったです。何のこの違和感を感じないな、このかなんだ感覚、あエイジさんがオーストラリアが好きなんだなっていうのを少しやっぱ、ね、触れられてる気がします今。そう、あと、はい、で我々基本的にオーストラリアでしか会ってなかったから、うん、そうですよね、うん、なんか日本で会うのが不思議な感覚っていうか、いや日本で会うのも不思議だし、こんなことやってと思う、ね、予想しえなかったこういう状況。いやめちゃめちゃ照れますよね、なんか不思議な感覚ですよ地元で。いやいや、もうノブが来てお邪魔してます。いえいえ、本当に地元のね皆さんにいい人ばっかで、うん、すごい旅をいろんな経験をしてきたと思うんですけど、まあその後旅を終えてから、まあ、故郷に戻って、まあ、今こうどういう生活をしてるのかな。俺はその後そんなに会えてなかったので、まあ、知らないその A さんの、まあ、その後を知りたいなと思って、はい、島に帰ってきてからどういう感じでしたんですか。まあ、あんまり自分的にはまあ日本だけど、はい、まあ、オーストラリアの延長っていうか、そういう環境を求めて、はいはい、まあ、地元の中でも、はい、やっぱりオーストラリアに近いような環境を探して、うん、まあ、相変わらずまあ、自然が近くにあって、うん、波乗りができて、はい、うん、まあ、そういう環境に身を置いてる状況だけど、おやっぱりその4年間っていうのは自分にとってすごく影響を受けた4年間で、はい、うん、まあ、オージーと、まあ、仕事もそうだけどプライベートとか、はい、まあ、同じ時間を過ごしてみて、やっぱりあのオージーの、まあ、ゼロから自分で何でもやるっていう、はい、はいはい、スタイルがすごく俺に合ってて、うん、ああなるほどね。やっぱり地元に帰ってきても、はい、そのスタイルは、うん、崩さず、うん、まあ、できることはもう全部自分でやってる状況ですかね、はい、ああ、うん、そうっすよね。オーストラリアでも車とか全部車検から全部自分でやってましたもんね。そうですねなので、まあ、自分でやんなきゃいけない状況だったし、まあ、自分の人生考えてみて、はい、まあ、逆算して考えてるっていうか、まあ、最終的にどこで誰と、うん、まあ、どういう環境で過ごしたいかっていうのを、あそこから逆算して、まあ、今、ね、自分に合った土地も見つけて、はいはい、まあ、これから自分で木を切ったりとか、はいはいはい、土地を造成したり、あ家を建てたりとか、本当オージースタイルで、はい、まあ、今やり始めてるところで。俺が知ってるエイジさんはタウンエースにあのいろんな食材とあと半分切ったなんか干からびた玉ねぎとかよくご馳走しましたよされましたまあそういう印象があったんで、今そんなに環境の変化があるんですね。そうだね、まあ、年齢的なものもあるし、はいはいはい、まあ、昔はまあ、ね、もうずっとサーフィンできてたらいいのかなと思ってたけど、はい、やっぱね楽しいだけじゃダメだし、うん、何かしら、まあ、仕事なり、はいはい、家庭なり、うん、まあ、責任を負うことで、うん、また自分にとってのこのサーフィンと向かい合う姿勢とか向き合う姿勢とか、はい、スタンスとか、うん、またちょっと年とともに変わってきて、あ、まあ、それはそれですごい満足してる、うん、ああなるほどね。なんかすごいね A さんのなんだろう、その後ってあんまりこうね、俺も海外行ったりしたんで聞けなかったから、うん、でもじゃあ今は土地を買って、今家を自分で建ててる最中みたいなですね。すげえ、まあ、根本的なものは変わってないからね、はい、たまにあのその奥さんとかとも一緒に行こう。そうだね、まあ、俺にこういう俺についてきてくれる、はい、パートナーも見つかり、あ、まあ、そのパートナーとこれから、はい、楽しい環境を作っていけたらなって、うん、どういうきっかけがあったのかなと思って、うん、まあ最初に
ったのは、はい、確か小学校3年生ぐらいかな、はい、まあ、当時親父が見てた映画がビッグウェンズデーで、はい、それを隣で最後まで見て、はいはい、サーファーってなんてこんなかっこいいんだ、まあ、いつか絶対やってやろうっていう思いがそこで芽生えて、ずっと心のどっかにいつかやりたいっていうのはあって、うん、まあ、それが最初の知るきっかけで、あ、うん、いつかやろうっていう思いがそこで芽生えたかな。それがお父さんが見てたビッグエンズデーの映画だったっていう。そう、まあ、海に行き出したぐらいの時ってどのぐらいだったんですか。初めて行ったのが、まあ、高校生の時かな、はい、まあ、俺は市内で育ってて、まあ、ポイントまでは遠くて、はいはい、まあ、自転車で頑張ってなんとか行ける距離で、はい、結構遠いんじゃないですかね。遠い遠いで、ゲンチャリ持ってる友達が、うん、まあ、メインポイントの方に通ってて、はい、それで俺もチャリンコでいいから一緒にサーフィンやらせてくれって言って、はい、連れてってもらったのが初めて、うん、でその後、はい、まあ、高校卒業して、はい、まあ、大学進学で東京の方に上京して、はい、でまあ、そこからまあそろそろバイト始めて、うん、まあ、道具を揃えることから始めて、うん、で大学2年の春休みに一応一式ウェットからボードから揃って、うんうん、で大学の先輩がサーフィン始めた先輩がいて、はい、まあ、その人に連れてってもらったのが初めてで、行った場所ってのが、はい、なんと、はい、ノブの、はい、ホーム、はい、茅ヶ崎、マジっすか。茅ヶ崎の地産ですよ。茅ヶ崎の地産、マジっすか。地産とチーパーそこでしかやってなかった。もろ地元じゃないですか。俺ですよ、まあ、これもなんかの縁なのかね。いや、縁があるっすね、びっくり。そう、サーフィンも長年やってきたと思うんですけど、まあ、サーフィンを通じていろんなとこに行ったりとか、まあ、地元に帰ってきてもサーフィンっていうものが身近にあると思うんですけど、まあ、A さんがサーフィンをしてきて、まあ、サーフィンってどういう、自分にとってどういう影響を与えてきたのかなというのと、まあ、これからどういうふうにサーフィンと関わっていくのかなとか、まあ、そんなことを聞けたらいいなと思って。まあ、はい、実際サーフィンに、自分にとってサーフィンっていうのはどんなものか実際あんまり考えたことがなかった、はい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 、まあ、実際こうやって聞かれてみて、はい、なんだろうみたいな感じだけど、うん、まあ、当たり前すぎて身近にある、はい、これからもずっと身近にあるものだし、はい、まあ、その中で、ね、自然に対してリスペクトしたし、うん、まあ、環境もそうだけど、はい、やっぱりこうサーフィンをしてなかったら多分エイジさんにも会えてないなと思って。そうだよね、はい、俺も同じく、はい、やっぱサーフィンが好きな人たちってもう日本にも世界にもいっぱいいると思うんですけど、エイジさんを見てて旅ってとこに関してもやっぱりそこに身近なものっていうとこに常に波乗りがあるんだなって思うし、まあ、またこういう環境に育ってきたからこそそういうふうに思うのかなと思う。リアリアリ飛ばない40代だ。続けていくことかな。あ、体が動かなくなるまで、できなくなるまで、はい、まあ、続けることだと思って、うん、最高ですね、まあ、それによってね、また出会いもあるだろうし、はい、また絆も地元の人と、ね、強まっていくだろうし、まあ、続けることだとは思ってます。わかりました。かっこいいじゃないですか。いやいやいや、もうちょっといいこと喋りたいんだけど。いやいやいや、準備させてくださいよ。そんなことあるんですね。ね、もう縁としか思えないよ、これ。はいはい。まあ、多分ね、ノブ、多分チビ時代見てたと思うんだよね、俺始めてる時。あ、そのちょっとかぶってるよ。地産に行ってる時。はい。俺が20歳か。ノブが5歳とか6歳。はいはい。まあ子供いたらそれじゃないですか。多分合ってるかもしれないですね、その時の。だその子と旅行ってたみたいなんですね、後にね。やば、怖いっすよ。Someone to love